わかりました。各社様のそばにいます。誰が黙ってきた？カリンは手に入ったかい？おお、これで魔導書の…あの人を追いかけていきましょうか。文字が読めます。何の情報でしょうか？おお、あんたか。喜んでくれ。ただ、あ、目を…で、あんたにこの魔導書はベルムントの変…でも、あんたから頼むよ。家族にいい暮らし…ベルムントの変な店とは一体どこでしょうか？心当たりはありますか？ちょっと何を言う…お母さん、主人に…主人の目はもう…でも、お父さん、ごめんね。大丈夫よ。だから、お願い。イサク殿から頼まれたとはいえ、魔導書をイサク殿に渡すべきなのかどうか、難しいですね。何もわからない。今確実にわかるのはそれだけですね。よくどれも秀逸。何恥じぬ。天白の間、こいつは下巻で取り扱いには気をつけてくれ。ほう、お前さん、わしの作る一品が欲しいとな。毎度あり。作り終えるまでしばらく待つがいい。ありがとうよ。イサク殿の言っていた天白の魔導書を手に入れましたね。これをイサク殿に届けるかどうかは各社様次第です。ひとまずイサク殿のところに行きましょうか。その人物に会えるよう宝箱がありますよ。近づくにはどうすれば。よく聞どれも秀逸。何恥じぬ品。そーら、できたぞ。お、持ってありがとうよ。贋作ですか。これが役に立つような場面はあるんでしょうか。本物を欲しがる人にこれを渡したら、あるいは贋作そのものを欲しがる人も。夢ならば神との配列が叶うでしょうか。結局昨日も今日も一緒に。この月謝料金は先払いだ。Thank you.
雷の力の付与、お任せを。回復の動きですね。ほら、まだ血が残ってますよ。マリモンじゃな。来てくれたか、各社。天白の魔導書の下巻は手に入ったか。よくやってくれた。さあついてきてくれ。あの人についていきましょう。なんだか貧乏くじを引いた気分ですが、やるしかないようですね。私を怒らせたか。誘拐とはこのことですね、各社様。なんだ、すぐに実験しよう。よし、これで。ねえ、心配するな。お父さん。そうか、いいか。これは成功。クソ、まあそうだよな。クソバカらしく、二人とも。イサク、お前たちは正し、お父さん。いいんだよ、ありがとうな。各社今後ともどう。偽物を渡すなんて心が痛みますね。イサク殿の家族にとってこれで良かったのでしょう。